ポンディシェリ連邦直轄領は、インドの連邦直轄領のうちの一つ。主婦はポンディシェリ。元フランスの植民地であった地域が集まったものであり、州の土地は、タミル・ナード州に隣接する、東海岸のポンディシェリを及びカーライッカール、ケーララ州に隣接する、マーヒ、アーンドラ・プラデーシュ州に隣接する、ヤーナムと、南インド各地に分散している。日本ではフランス語経由の、 ポンディシェリのほか、英語経由のポンディシェリで知られている。ポンディシェリの交通図ポンディシェリとは、新しい街を意味する、タミル語のプルッチェリがフランス語で、プルディシェリと名前って発音され、このうち、U がある時、N と誤射されて、ポンディシェリとされて伝わったもので、現在のタミル語では、それが再びパーンディッチェリと音射されている。現在、 元々のタミル語の地名であるプドゥチェイリに州の正式名称を戻すことが州議会において審議されている。諸言語での発音は以下の通り。ありがとうございます。